アントン・ブルックナー、ヨーゼフ・アントン・ブルックナー、ヨゼフ・アントン・ブルックナー、1824年9月4日から1896年10月11日は、オーストリアの作曲家、オルガニスト、公共曲と宗教音楽の公屋として知られる。1824年9月4日、学校長兼オルガン奏者を父として、オーストリアのリンツにほど近い村で生まれた。 この年はベートーベンが公共曲第9番を、シューベルトが原楽史重奏曲第14番、死と乙女を書いた年である。しかしながら、同じオーストリア帝国とはいえ、アンスフェルデンのブルックナー少年の生活は、首都ウィーンの華やかな音楽史とは、無関係なものであった。幼少期から音楽的才能を示したブルックナーは、10歳になる頃には父に代わって、 教会でオルガンを弾くほどになった。11歳になる1835年の春に、ブルックナーの名付け親で、同じく、リンツ近郊の村である、ヘルシングのオルガニストだった、ヨハンバプティスト・バイス、ヨハンバプティスタ・ワイズのもとに預けられ、ここで本格的な音楽教育を受け、通奏低音法に基づく、オルガン奏法や音楽理論を学ぶ。またこの時期に、ハイドンの、天地創造、式。 モーツァルトのミサ曲などを聴く機会を持つ。12歳で父を亡くしたブルックナーは、の聖火隊に入った。オーストリアの豊かな自然と、荘厳華麗なバロック様式の教会でのオルガンや、合唱の響きは、音楽家としてのブルックナーの心の故郷になった。1840年、16歳のブルックナーはリンツで、教員養成所に通った。小学校の補助教員免許を取得すると、 翌1841年10月というボヘミアとの国境近くの小さな村の補助教員となる。ここでは授業の他に、教会でのオルガニストや畑仕事を手伝う傍ら、農民たちの踊りにバイオリンで伴奏するなどしていた。またこの時期、バッハの風画の技法を研究した。ブルックナーの公共曲のスケルツォに色濃く現れる、農民の踊りの気分は、 この頃の体験によるものと言われる。その後ジーモン・ゼヒターに火星法と対位法をに、還元落法を学んだ。1863年頃からリヒャルトワーグナーに傾倒し研究するようになる。さらに1866年ウィーンで聞いたベートーベンの公共曲第9番にも強い影響を受けた。この時期のブルックナーの修作は キッツラーの練習帳にまとめられている。1868年には、ゼヒターの公認として、ウィーン国立音楽院の教授に就任。以来、彼は大部分のエネルギーを公共曲を書くことに集中させた。初期の作品には、ヘタンチョウ公共曲、1863年、公共曲第0番、1869年、公共曲第一番波端チョウ、 1866年、公共局第2番派単調、1872年がある。ブルックナーは1873年に、リヒャルト・ワーグナーと会見する機会を得た。この際に、公共局第3番に単調を検定し、ワーグナーの行為を得る。しかしこの行動は、ハン・ワーグナー派の批評家、エドアルト・ハンスリックから敵対視され、批判を浴びせられ続けることになった。 この時期に、公共局第4番変歩町長、1874年、公共局第5番変ロ町長、1876年を作曲する。1875年から、ウィーン大学で音楽理論の講義を始めた。1876年に、第1回バイロイト音楽祭に出席し、ニーベルングの指輪の初演を聴く。この時に、 今までの自らの作品を大幅に改訂することを決意。いわゆる第一次改訂の波が起こり、公共局第一から五番が大幅に改訂された。しかし1877年の公共局第三番の初演は失敗し、ブルックナーは落胆した。またこの頃、若きマーラーがウィーン大学のブルックナーの講義に訪れている。1880年頃になると、 ウィーンでのブルックナーの地位も安定してくる。多くの教授職、様々な教会の名誉会員の仕事により、年間2000グルデン、当時の平均的な四人家族の収入が700、グルデンの収入を得るようになる。この頃の代表作には、公共局第6番委長長、1881年、公共局第7番補長長、1883年、テデウム、1881年、 原楽五十奏曲へ、長長、1879年がある。中でも、公共曲第七番と、手でウムは成功し、一気に、ブルックナーの名を知らしめることになった。1884年からは、公共曲第八番派短調の作曲に集中する。1887年に一旦完成し、芸術上の父と尊敬していた指揮者、ヘルマン・レイビに見せるが、彼からは、 否定的な返事が来た。弟子たちもこの作品を理解できず、落胆したブルックナーは再び自らの作品を改訂する。いわゆる第二次改訂の波である。これにより公共局第一、二、三、四、八番が改訂された。結局、1892年の第八番の初演は成功した。晩年のブルックナーは多くの尊敬を得ていたが、 死の病に侵されていた。この時期には、公共局第9番に単調、未完成や、ヘルゴラント、1893年、詩編150編、1892年が作曲されている。ブルックナーは1896年10月11日、ウィーンで72年の生涯を閉じた。生涯を通じて、非常に経験なローマカトリック教徒であった。また、 晩年に至るまで多くの女性に求婚したが、結婚することはなかった。ザンクトフローリアン修道院の聖堂にあるオルガンの真下にブルックナーの棺が安置されている。ウィーンのベルベデール宮殿の敷地内にある宮殿脇の平家は、晩年に皇帝から賜物組みされて居住し、公共局第9番を作曲し死去した家であり、現在は記念碑がある。余談だが、 1950年に発行された1000、オーストリアシリング紙幣と1962年に発行された25オーストリアシリング硬貨に肖像が使用されていた。ブルックナーの作品は、ワブ、ワークバース・シュニス・アントン、ブルックナー番号によって参照されることがある。また、作品カタログが、レナート・グラスベルガーによって編集されている。 公共曲と合唱曲が特に力を注いだ分野であり、その他の分野でも、弦楽五重奏曲が傑作として知られる。さらにそれ以外のジャンルの曲もいくつかある。ヘタンチョー公共曲はブルックナーが第一番から始まる当時番号を与えなかった作品。公共曲大0番は、後年に発揮するに忍びないと感じた。彼が意に大0番としたもので、実際は、 1> 第1番の作曲後に手がけられている。公共曲第9番は未完成作品である。以上の他に、1869年に着手したものの、完成されなかった公共曲変路町長の存在が確認されている。スケッチの断片のみ残されており、こちらのサイトで楽譜と音源が紹介されている。ブルックナーは経験なカトリック教徒であり、 多くの宗教曲を残している。この中には、第2番歩短調、ミサソレムニスヘンロ長長や、レクイエムニ短調、テデウムなどの還元学を伴う大規模なものも含まれ、とりわけ、テデウムは、古今の宗教音楽作品の中でも、傑作の一つとされている。また、いくつかの詩編にも作曲を施している。モテットには、アベマリア、これこそ大祭司なり、この場所は、 神が作りたまえぬ、エサイの枝は芽を出し、王のお旗はひるがえるなどが残されており、ドイツのプロやアマチュア合唱団などでは、頻繁に歌われ、ポザウネンコアへの編曲まで教会でも、盛んに演奏されている。またブルックナーは若い頃から、男性カルテットを組織するほどの男性合唱好きで、あり、晩年までに40曲ほどの男性住所を呼び、合唱曲を残した。 男性合唱と金管楽器のためのゲルマン人の行進は彼の最初の出版作品であり、また最後の完成作品となったヘルゴランとも男性合唱とオーケストラのための作品である。室内楽の分野では弦楽五重奏曲へ蝶々が傑作として知られる。1906年には中作としての弦楽四重奏曲派短調が発見された。 このほか、トロンボーンアンサンブルのために、エクアールと題する短い作品が残されており、この楽器のレパートリーとして重宝されている。公共曲以外の還元楽曲として、序曲と単調、3つの還元楽商品、行進曲に単調があり、吹奏楽曲として、行進曲編補調調がある。このほか、アポロ行進曲が、ブルックナーの作品として扱われたこともあった。 現在では他人の作品が取り違えられたものと断定されている。以上のほか、オルガン独奏曲、ピアノ独奏曲、若干の歌曲が残されている。オペラ作品が残されていないのが、この作曲家の質の一つを反映している。公共曲におけるオーケストラの編成は、ヘタン町から第7番までは一般的な二巻編成を基本として書かれている。ただし、 第3番以降はトランペットが3本になり、第5番以降、第4番、第2項を含むにはチューバが加わり、第7番には、さらに4本のワーグナーチューバが加わる。第8番は、公共曲の中で唯一ハープを用い、第1項では1から3楽章まで2巻編成、第4楽章のみ3巻編成、ホルン4、ワーグナーチューバ4だったが、 第2公営の改訂の際に全楽章が三巻編成、ホルン8、このうち4本はワーグナーチューバ持ち替えとなった。未完の9番においてもハープは用いていないが三巻編成を踏襲している。特に公共曲において以下のような処方が特徴として指摘されている。一般的には高キロマン派に位置づけられる。作曲技法的にはベートーェン、シューベルトの影響を 還元楽法、火星法では、ワーグナーの影響を受けていると言われる。そしてグスタフ・マーラー、フランツ・シュミットなどに影響を与えたほか、ハンスロットの才能をいち早く見出した。一方、後期ロマン派の中での得意性も指摘されている。一つは、オペラや文学との接点の少なさであり、これは、彼の作品にオペラが残されていないことや、ワーグナーの学劇、 バルキューレに対する無理解に基づく感想。なぜブリュンヒルデが焼き殺されたのかと述べたと伝えられている。実際の内容は、身を守るために周囲を炎で覆わせるのであり、焼き殺されるわけではないからも推察されるものである。もう一つは、作曲処方の随所で、オルガン奏者の発想を感じさせることである。ブルックナーの音楽は、オーストリア的であり。 大ドイツ趣味の範疇でのドイツ的なローカル性を持っている。ブルックナー指揮者のカール・ベームも著書でブルックナーの公共曲に必要なオルガン的発想とオーストリア情緒を指摘している。そのため20世紀前半まではドイツ語圏でしか評価されなかった。同時代の作曲家の中ではドイツ語圏以外の諸国でも早くから受け入れられた。 ヨハネス・ブラームスと対立する存在としばしば捉えられる。公共曲の歴史の中では、長大な演奏時間を要する作品を作り続けた点で、マーラーとしばしば比較される。ブルックナーの作品、特に公共曲においては、同じ作品に複数の異なる版、こうが存在する。これを版問題と総称することがある。一つ目の背景は、 ブルックナー自身による改定である。ブルックナーは作品を完成させてからも様々な理由で手を加えることが多かった。ここには小規模な過失もあれば大規模な変更もある。二つ目の背景は弟子の関与である。ブルックナーの作品は出版されるに際し、弟子たちの手が加わることも多かった。その規模は楽曲によって異なり、細かな工程レベルのものから、 大きなものまである。後に肯定、出版される原点版において、弟子たちの関与部分が明らかにされ、覗かれてきた。三つ目の背景は、国際ブルックナー協会による原点版肯定作業を当初ハースが行っていたが、戦後ノバークに変わったことである。ノバークは、ハースの肯定態度を一部批判し、肯定をすべてやり直した。このため、ハース版、 ノばーク版2種類の原点版が存在することになった。初めて出版された譜面を初版と総称している。総じてデシ、シャルク兄弟やフェルディナント・レーベなどの皇帝、または改訂が加わっており、改訂版とも称される。特にブルックナーの没後に出版された公共曲第5番、第9番が大きく改訂されている。近年では、 これまでの除去に対する見直しや再評価の動きもある。初版に含まれる弟子たちの関与を除くために、国際ブルックナー協会は、ロベルト・ハースなどにより、譜面を肯定、原点版として出版し続け、一定の成果を上げた。これらを第一次全集版、またはハース版と称している。しかし、第二次世界大戦後、ハースは、 ナチスドイツとの協力関係から国際ブルックナー協会を追放された。この時点で肯定されていない曲も多数残った。特に公共曲第3番はハース版が未出版のまま終わっている。後にハースの意思を継いだ弟子たちの手によってエーザー版が出版された。ノバーク版が出版されるまで公共曲第3番ではこのエーザー版を使用することが一般的だった。 第二次世界大戦後、国際ブルックナー協会は、レオポルト・ノバークに肯定をさせた。ブルックナーの創作形態をすべて出版することを目指したとされる。ハースがすでに肯定した曲もすべて肯定をやり直し、改めて出版した。これらを第二次全集版、またはノバーク版と称している。公共曲第3番、第4番、第8番については、早くから、 改定前後の譜面が別々に肯定、出版されており、第3版は3種、その部分においては、ハース版の問題点は解消されている。これらは区別のために、第1項、第2項あるいは、年項などと呼ばれる。ノバークに少し遅れて、ハンス・フーベルとシエンツェラーが、第5版と第9版の肯定版を、オイレンブルク社から出したが、前週にはなっていない。 ノーバックの作業は1990年以降は次の世代にあたるウィリアム・キャラガン、ベンヤミン・コーストベット、ベンジャミン・コーストベットなどに引き継がれ、現在に至るまで皇帝府や遺構が出版されている。国際ブルックナー協会による譜面は、ウィーンのムージークイソンシャフトリカンバーラグから出版されている。ブルックナーの交響曲は、欧米、特にドイツ圏で人気が高く、 若い指揮者が積極的に演奏会、録音に取り上げることが多い。一方で過去の名指揮者による演奏も繰り返し CD として発売され広く聴かれている。日本でもブルックナーのファンは多く演奏機会には比較的恵まれている。ちなみにブルックナーはウィーンのオーケストラの響きを前提に作曲しており、ウィーンフィルなどの演奏こそが最もオリジナルとも言われている。 ただし、ゲオルク・ティントナーが登場するまでは、ウィーン出身指揮者による、ブルックナー録音は希少で、クリップス、ラインスドルフがわずかなライブ録音を残している。むしろそれまでは、オイゲン・ヨフフム、クルト・アイヒホルン、ボルフガング・サバリッシュ・ラ・ミュンヘン出身者が目立っていた。また、ウィーン・フィルは2018年に至るまで、単独指揮者による、ブルックナー公共曲全集を録音していない。古くは、 ビルヘルムフルト・ベングラーやハンス・クナッパーツ・ブッシュなどが録音しており、これらの CD は今なお広く聴かれている。とりわけ原点版出版後も改訂版を使用し続けたクナッパーツ・ブッシュの録音は第1級の指揮者、オーケストラによる改訂版の演奏記録としても貴重なものである。ロベルト・ハースによる急前集の原点版が出版された後、このうちの第4番と 第5番が1936年にカール・ベームによって世界初録音された。ブルックナーの公共曲の最初の全集録音は1953年フォルクマール・アンドレー式ウィーン公共楽団によるものだった。ステレオ録音による全集は国際ブルックナー協会の会長も務めたオイゲン・ヨフフムが最初である演奏はベルリンフィルハーモニー還弦楽団及び バイエルン放送公共楽団。ヨッフムは後に、シュターツカペレ・ドレスデントも別の全集録音を行っている。ヘルベルト・フォン・カラヤンやゲオルク・ショルティ、ベルナルト・ハイティンクなどの指揮者も全集を完成させている。ただし、ヨッフムをはじめとして、大0版を録音していない指揮者も多い。また、初期の終作は収録している全集の方が少ない。近年の指揮者の中では、 ゲオルク・ティントナー、フランツ・シャルクを通じて、ブルックナーの孫弟子だった、カール・ベーム、フランツ・コンビチュニー、オイゲン・ヨフフム、ヘルベルト・フォン・カラヤン、ギュンター・バント、セルジュ・チェリビダッケ、スタニスワフ・スクロバチェフスキ、ベルナルド・ファイティンク、ヘルベルト・ブロムシテッド、エディア・フ・インバル、ニコラウス・アーノン・クール、カルロ・マリア・ジュリーニ、ダニエル・バレンボイム、クリスティアン・ティー・レマン、フランツ・ウェルザ・ーイ・コール・メスト、 朝日タカシなどが多く演奏、録音を行っている。全集録音を行った指揮者の中には、番、項の問題にこだわった指揮者もいる。例えばエディアフ・フインバルは、ノバーク番の第一項に基づく、第三、第四、第八公共曲を世界初録音している。ゲオルク・ティントナーは、第一番の未出版の1866年項を、いち早く紹介したほか、第二番、 第3番、第8番の第1項を録音した。ゲンナジー、ロジェストベンスキー、旧ソビエト連邦は、かつて、すべての項のモーラを目指した全集を録音しており、これは、同じ番号の公共曲の複数の項を、一人の指揮者、一つのオーケストラで聴き比べることのできる、初の試みだった。この中で、グスタフ・マーラーが編曲した、公共曲第4番も録音され、 特に注目を集めた。しかし、ソビエト連邦崩壊などの事情により、当時出版されていた校のうち、第8番の第1校が録音されないまま、この試みは中断した。日本においては、クラウスプリングスハイムの指揮により、東京音楽学校にて1936年2月15日に、公共曲第9番の日本初演が行われたが、当時はまだ広く演奏し、 親しまれていたわけではない。金子賢治によると、1959年に、カラヤンイコールウィーンフィルの来日公演で、ブルックナーの公共曲第8番が演奏された際、ブルックナーだけでは、客の入りが、心配という日本側の予防で、モーツァルトのアイネクライネナなハトムジークも演奏することになったという逸話もあったという。その後、日本人者では、 朝日野隆が1970年代にブルックナー公共曲全集を録音したほか、その後もブルックナーを数多く指揮した。ブルックナーの公共曲をオルガン独奏に編曲する試みもいくつかなされている。公共曲第3番、第7番、トーマス・シュメーグナー、第4番、第7番、第8番などの録音がある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。